補給線に準拠しており、商船規格で建造されている。なお、船体形状は、特殊なダブルチャイン型とされた。主機関としては、ゼネラルモーターズ社の M ド20から 645X7 ディーゼルエンジンを2機搭載した。また推進機としては、スクリュープロペラ2軸のほか、出力300馬力のバウスラスター1機も備えている。陸眼永引力は60トン。 完備乾板は広大な作業乾板とされており、栄光やサルベージ、潜水作業支援、水難救助、消防など多目的に用いられる。潜水作業支援にあたる場合、作業乾板にマーク1モット1潜水支援モジュールを搭載し、海軍の潜水士20名を支援できる。作業乾板直前の先導交担部源には、力量10トンの電気油圧式クレーンを備えており、 物資、装備の要項や移動に用いられる。なお、平時は、非武装だが、必要に応じて2 0ト、mm、ル単装機銃2機と1 2 7ト、mm、ル機銃2丁を搭載することができる。1975年度計画で1隻、1976年度計画で3隻が建造された。また、1978年度計画では5隻の建造が計画されたものの、 三隻のみが認められた。これらは1979年より順次に海上輸送司令部で収益を開始した。ありがとうございます。